平野、柴田、平野候補がですね、こちらで、ご挨拶をさせていただいております。品川の癖を変える男でございます。子供に優しい、子供がすくすくと育てる町、それを作ろうというのが品川の勇気ある挑戦者、長井世界でございます。今日は間違いないでございます。ということで、なんとなく柴田健也があさって県君でございます。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。柴田健也はですね、まあ兄弟とかいとこではないんですけれども、固い絆で、結ばれております。まあ固い絆とかね、男性同士で言うとちょっと変な意味になっちゃうのかもしれませんけど、そういうことではなくてですね、この政治の熱い志を共にしている男でございます。ぜひこの柴田健也にですね、一票を投じていただければなというふうに思います。大変恐縮でございます。私は長井秀和、間違いないの長井秀和でございます。今日はね、この柴田健也のありがとうございます、ありがとうございます、柴田健也でございます。ぜひ覚えてください。そして明後日がですね、投票日でございます。この区長選挙と区議会補欠選挙を同時に行われるわけですけれども、これをですね、ぜひ皆さん、明後日の投票日はこの柴田健也候補に一票を投じていただければと思っております。この品川のですね、本当に高齢者から子どもまで、安心の暮らしを作る、現在新人45歳無所属の柴田健也でございます。今日こちらの商店街をお騒がせして大変恐縮でございます。今日に限った話でございますので、お許しいただければと思います。今品川でですね、さまざまな問題ございます。そんな中ですね、誰よりも足で動き、誰よりも多くの小さな声を聞いているのがこの柴田健也でございます。ありがとうございます、ね。なんかスピーカーと持って助けをつけているお兄さん、何なんだと、なんか今日は特別な日なのかなというふうに思ったでしょう。そうなんです。今日はですね、品川のこの品川の街を決める大きな選挙がある重要な前の日でございますから、ぜひね、この柴田健也、みんなの健也でございます。柴田健也でございます。やっぱり柴田に任せて間違いがないということでございます。すいません、交通のね、ちょっと邪魔になっちゃったりすること、私が、間違いないの長井秀和でございます。今日は柴田健也がこちらの戸越銀座で、闊歩させていただいております。柴田健也で間違いない。今日は柴田健也が皆さんのもとに、こちら戸越銀座でちょっとお待たせさせていただいております。ありがとうございます。今一番ありがとうございます。チラシの方を受け取っていただきましてありがとうございます。ぜひ今日もですね、期日前投票というのをやっております。そして明日もね、やっております。そして、明後日がいわゆる選挙投票日ということになります。この投票日にぜひ、ありがとうございます、柴田健也に投票いただけることを切に願います。柴田健也は若いです。長井秀和でございます。柴田健也は行動の候補でございます。柴田健也はよくね、声を聞いて皆さんに、
この声のね、声なき声を拾い上げて議会を作っていく男でございます。ぜひこの柴田圭也に一票投じていただきたいと切に願います。ありがとうございます。ちょっとあそこ行きたいな。ちょっとあそこ行きましょう。あの車まで、はい、はい、柴田圭也でございます。今日はこちらお騒がせいたしました柴田圭也でございます。私が間違い大の永井秀和でございます。今日はこちらの戸越銀座ありがとうございます。戸越銀座駅の付近の商店街でですね、お騒がせしております。もう受け取ってもらえるまでなんかもう前にいるのでもうしょうがないから受け取ってもらっちゃったのかというような雰囲気もありますけれども、照れ隠しですからもうもらえたくてしょうがなかったんですよ。はい、ということでございます。戸越銀座まだ大丈夫ですか。あ、結構張りますね。はい、あのそしたら駅まで送りますんで。あ、了解です、はい、ありがとうございます。こちらもこのいわゆる、ね、配信をしている方もねなかなかね、ずっとこう後ろを向きながら撮っているということで、なんかのね、体操みたいになって運動みたいになって老化防止運動。さあ今日はこちら戸越銀座で、ここの品川区議会補欠選挙の有力候補でございます。大きな政党からのバックを断りですね、ここの品川を良くしていきたいという強い思いでこの品川区補欠選挙無所属で戦っております。柴田圭也でございます。ぜひ皆様この柴田圭也の声を聞いていただきたいと思います。この柴田圭也は本気です。本気で品川を良くしていきたいという思いがあります。柴田圭也、強い信念でこの品川の区政改革を起こしていきたいという思いでございます。ぜひ私が今こう言っていることをですね、この柴田圭也本人の候補のですね顔を見てください。柴田圭也の目を見てください。その目を見ていただければ本気度がわかるというふうに思います。ありがとうございます。お騒がせしております。柴田圭也でございます。今日はこちら戸越銀座にお越しの皆様大変お騒がせしております。この品川で新しい風を起こしていく柴田圭也でございます。この小さなうねりがやがて大きなうねりになって、この現在の品川区政というものもやはり自民党公明党勢力というものが半数を取っているというような事情の中でですね、やはり地方議員というのは何か大きな政党にとらわれないで、自らの政策を実行していくという思いが大事なんです。そういった信念のもとに、ありがとうございます。永井秀和でございます。そして柴田圭也でございます。この柴田圭也は何か大きな政党の看板というものをかなぐり捨てて無所属で戦いたいという良い思いでこちら
皆さんのもとに一候補として戦っております。ありがとうございます。柴田平野、柴田平野でございます。皆さんと共に戦っていける、柴田平野でございます。皆様大変お騒がせしております。この柴田平野、柴田平野品川都議会補欠選挙の候補でございます。柴田に任せれば間違いない。柴田は行動する信念の男、間違いない。改革を起こす、間違いない。柴田平野でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大変お騒がせしております。この選挙期間は、まあ、限られた時間でもありますので、ご容赦願えればと思います。柴田平野、柴田平野が今皆さんのもとに、ちょっと恐縮でございますけれども、お話をさせていただいております。この柴田平野、この選挙期間だけではなく、選挙の前からですね、この地域担当というものもしっかりやってきました。地元の子どもたちの、いわゆる教育環境というものが一番良い環境であるためにですね、一市民としても尽力をしてきました。そして今現在、介護の現場というものも非常に労働介護というものが叫ばれている、介護の現場の中で多くの圧力不合というものがある。そんな中で一人一人のですね、高齢者に寄り添い、そしてまたケアラーの方々の思いというものもしっかり組んでですね、介護の現場というものに関しても柴田平野、柴田平野は今一市民としても取り組んでおります。こんな行動する男、柴田平野、長い手段でございます。間違いない柴田平野でございます。その柴田平野という男にぜひ一票を託していただきたいと強い思いがございます。大変恐縮でございます。ここからですか、なんか歩行者天国みたいな、ここで終わり、なんかここで終わりとか言って、柴田さん、柴田さん、柴田さん、はい、長いですね。そう、戸越銀座ってすごく長いんですよ。はい、やっぱ栄えてるな。西東京に比べると。